世話人の独り言。今回は問題意識、機能法による問題発見です。事業をすれば問題が発生するのは当たり前です。たくさんの問題を抱えて悩むことが頻繁にあります。要するに何が問題なのかを機能法で発見します。機能法による問題発見とは、複数の事実から共通する情報を抽出し、解決すべき問題を明らかにすることを言います。これではよくわかりませんね。具体的に見てみましょう。お客様が減ってきた。利益が出ない。競合会社が増えた。人材が育たない。従業員が多すぎる。競争が激しい。経営が苦しい。こんなにいろいろと悩んでいては、整理しないと何が問題なのかわかりません。取り留めもなく考えても答えは出てきません。それぞれの悩みを整理してみます。どうやら市場競争の問題と従業員の問題の大きな2つの要素のようです。市場競争の問題を一文にまとめると、競合会社が増えて競争が激しくなった、です。従業員の問題は、従業員が過剰で優秀な人材が少ない、となります。要するに、市場は競争が激しくなったが、戦力になる従業員が少ない、という問題だったんですね。そうだとしたら、まずは、従業員の再教育から始めよう。と、問題の解決の糸口をつかむことができます。まとめてみましょう。機能法による問題発見は、まず、いくつかの事実を共通項でくくることから始まります。くくられた共通項を無理のないまとめで一文にします。この段階で問題の整理はある程度はできていますが、できることならさらに無理のないまとめを繰り返して一文で結論が表現できるようにしましょう。要するにこういうことが問題なのだと本質的問題として捉えるための方法として機能法は有効です。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また、関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。